今は夜です。私は本を読んでいます。窓は寝てます。私の足を何だと思ってるんでしょうか。微妙に尻尾が動いてるんですよ。見えないかもしれないですけど、でも私が喋りかけてるから。ねえマリ、尻尾動いてねえな。あー高いこの足。なぜか顎を置いてる窓か。かわいい。初めて見たこのポーズ。ちょうどよかった。高くない？いいのか。ごめんごめん。じゃあ寝よう。久しぶりに朝ごはんにトルティーヌを食べます。もう食べたくて食べたくて仕方がなかった感じなんですけれども、冷凍してたバケットを温め直しました。あとは温かいコーヒーです。いただきます。急に思い立ってクッキーを作ろうと思います。第1弾はもう焼いております。あとちょっと。焼けました。ちょっと味見したんですけど、美味しい感じです。素朴で美味しい。ちょっと今年は辰年なので、辰のお年子のクッキーを焼いてみました。猫ちゃんもやっぱり焼きたくて焼きましたが、ミトンはなんかちっちゃなスペースでもいっぱい取れたので結果いっぱいになっちゃいましたけど、ちっちゃくて美味しい。よかったです。うまくいって。
オレンジの髪だからのもあるのかな。ちげえって言ってました。そうですね。これも横いいですか？ありがとうございます。かわいい。アウトもかわいいですね。かわいい、ありがとう。ありがとうね、マリちゃん。いいのよ、いいのよ。休んで休んで。まあまあまあ。何よいしょ、まあ。こうしようか。こうか。ごめんごめん、本落としちゃった。
まあ大きいなお耳やなあんた。中を。寝よ。ちょっと昼寝しよう、まーちゃん。すごい音。綺麗にしてもらおう。ちっちゃちっちゃ。指せたくなった？指せたくなった？はい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 。